はい、どうも、じゃあ今日はニコ生で最近ね、ちょっと検索数出てくるんだけど、なんか、金髪のすごいね、マッチョなイケメンの人と、まあちょっと人間性が終わってるっていうので有名な人がすごい喧嘩してる動画見たんだけど、感想思った。人に喧嘩を売らないことがすごい大事だと思う。やっぱりね、自分が悪い時はしっかり謝ることだし、本当に、常に低姿勢、自分がこの世で一番ね、もう、ダメな人間でありね、しょうもない人間だってことを意識してね、どんな人に対してもね、もう低姿勢で行くことでね、喧嘩っていうのは回避できると思う。やっぱりね、喧嘩はするもんじゃない、本当に。俺はね、別に、誰かとね、戦いたいなんて思わないし、常に穏便に行きたいと思う。自分が悪いと思ったら、謝るし、本当に。正直ね、喧嘩でいきなり人を叩くのは良くないんだけれども、でも、叩かれるからには喧嘩を売ってる奴がいるわけだし、それはね、やっぱり売っちゃダメだと思う。しっかり謝ればね、いいと思う。だって謝ることでね、やっぱりね、まあ、人間関係っていうのはね、うまく構築されていくと思うからね。やっぱり。やっぱ、謝らないと、やっぱダメ。そこをね、やっぱりね、ねじ曲げちゃいかんと思う。俺はそう思うよ。正直。まあ、謝らないからね、もうほんと人と人との争いはね、なくならないのかなと思う。どちらか一方がすいませんでしたって、喧嘩ってごめんなさいって謝ればね、そりゃすぐ話だし。ね。そう言われたらね、あ、俺もうちょっと、扱いになりすぎ、今まで来ちまった、みたいな感じでね。もうやっぱり、収まるわけじゃん。だからしっかり、謝罪の精神がすごいね、大事なんじゃないのかなと思います。僕はそう思います。まあね、喧嘩は良くないと思いますね。まあ、それに限ります。